英仏海峡トンネルはグレートブリテン島とヨーロッパ大陸間のドーバー海峡の両岸を結ぶ鉄道用海底トンネルである。他にドーバー海峡トンネルまたはユーロトンネルと呼ばれる場合もある。ゲッティリンクが保有・管理している。海底中央部分にクロスオーバーを持つ直径七点六メートルのレールトンネル二本とその中間の直径四点八メートルの サービストンネルの3本からなり、3本のトンネルをつなぐ連絡通路が各所に設けられている。2本のレールトンネルにはさらに列車の進行に伴って、小ずる風圧を逃がすためのダクトが複数設けられている。海底部の総距離では、青函トンネルを抜いて、世界一の 37.9km であるが、陸上部を含めた、総全長は 50.5km で、これは、 スイスのゴッタルドベーストンネル、青函トンネルに次いで世界第3位である。英仏海峡トンネルイギリスのホークストン側の出口円形英仏海峡トンネルは主に TBM 工法で作られたがシールド工法も可能な TBM が使われ地盤が弱い区間などでシールド工法が用いられた。計機の TBM が発注されイギリス側から機。 フランス側から5機で掘り進められた。日本製のうち2機は、川崎重工業製である。フランス側からの掘作に参加した川崎重工業が、かなりの難工事をこなしたことで、プロジェクト X にも取り上げられている。他、EN、ジョージ・ウィンピーやベクテルが試行に参加している。通常、トンネルの両端から掘り進む TBM は、トンネル中央部まで来ると、自身を、 トンネル構造物の一部にしたり、左右に掘り進んでトンネル経路を外れそのまま埋めて登記したりする。TBM が各建設事業ごとのオーダーメイドで他の工事では使えないこと、地上まで運び出すよりは埋めてしまった方が安上がりなことなどからこのような方法が取られる。イギリス側の TBM は屈削完了後、トンネル経路より下方向に潜り込ませ登記されたが、 フランス側のロビンス、小松、ロビンス、川崎重工業の TBM はイギリスまで進み、地上に記念展示された後分解された。イギリスのフォークストンとフランスのカレーを結ぶ。運営はゲッティリンク。トンネル内を通過する列車は、ユーロスター、車運搬用車取る列車、貨物列車である。ユーロスターの営業最高速度は時速3 0 0トルだが、 英仏海峡トンネル区間では時速 160km に制限されている。陸上部で最高速度時速 140km のユーロトンネルシャトル及び貨物列車とのすれ違いがあるためだが、青函トンネルと異なり単線並列でのすれ違いによる影響を考慮する必要のないトンネル区間も同様に制限されている。 トンネルを通過する列車を運行する会社は、ゲッティリンクに対して、線路使用料を支払う。線路使用料の額は、2008年以降は、貨物列車1本あたりの平均で3000ポンド、または4500ユーロである。これは2006年のユーロトンネルグループ経営破綻と、その後の再建計画の中で、使用料を減額して、通過料の増大を図ったもので、2007年までは1。 列車平均5300ポンドまたは8000ユーロであった。また積み荷の種類やトン数による複雑な課金体系だったものを列車のスピードと時間帯による単純な課金体系に改めている。米国土木学会によって20世紀の10大プロジェクトを選ぶモニュメンツ・オブ・ザ・ミレニアムの鉄道部門に選定された。これは20世紀最高の鉄道プロジェクトと認められた。 ことを意味する。ちなみに、この、モニュメンツ・オブ・ザ・ミレニアムの他の部門では、水運部門で、パナマ運河、空港の設計、開発部門で、関西国際空港、高層ビル部門では、エンパイア・ステート・ビルディング、長尾橋部門では、ゴールデン・ゲート・ブリッジなどが選定されている。2014年、クリス・フルームが、サービストンネルを、TT バイクを使用して55分で走破している。 このイベントは、ジャガーとチームスカイのコラボレーションで開催され、イギリスフォークストン側から走り始めた。公式に自転車でトンネルを渡ったのは、これが初となる。ありがとうございます。